日本人はサインをする代わりに、このハンコと呼ばれるスタンプを使うことがあります。さて、ここで質問です。日本人は一人につき、このハンコをいくつ持っているでしょうか？答えは動画にあります。最後まで見てねー。こんにちは。この動画は中級レベルの日本語の聞き取りの練習です。それでは早速始めますよ。最初から最後まで集中して聞いてみてくださいね。今日のテーマはハンコ。皆さん、ハンコって知っていますか？簡単に言うと、本人であることを確認するための印、つまりスタンプのことです。実はこのハンコはとても不便です。日本に住んだことがある人は、このハンコがとても面倒だということを知っていると思います。日本では日常生活の中でハンコをたくさん使います。例えば、サービスに契約するとき、携帯電話を使えるようにしたり、クレジットカードを作ったり、サービスには契約書があります。契約書を読んで内容が OK であれば、ハンコを押します。ここで皆さんに覚えてほしい表現があります。それは、契約を結ぶという表現です。これは、契約すると同じ意味です。結ぶは、何かをまとめたり、つなげたりすることです。例えば、紙をこうやって一つにすることを、紙を結ぶと言いますね。ハンコはビジネスでもよく使われます。例えば、皆さんが何か書類を作ります。それを上司に見せて OK をもらいます。その時、書類を見ました。書類の内容に賛成しますという意味で、上司はハンコを押します。この写真を見てください。ハンコがたくさん押してありますね。日本の会社では、部下から上司に、そしてその上の上司に、次々と書類を見てもらいます。このように、何かを決めるまでのプロセスがとっても長いです。さて、このビデオの最初に質問をしました。日本人は一人につきハンコをいくつ持っているでしょうか？答えは、日本人は最低でも3つハンコを持っています。一つは実印と呼ばれるハンコです。これはハンコ屋さんで作ってもらう自分だけのオリジナルのハンコです。この実印は、家や車などのとっても高いものを買ったり、大切な契約を結んだりするときに使います。実印は、住んでいる町の役所に登録しないと使えません。二つ目は、銀行印と呼ばれるハンコです。銀行印は、銀行に口座、つまりアカウントを作るときに必要です。銀行員は銀行に登録されます。三つ目は認め印と呼ばれるハンコです。認め印は登録なしでも使えます。書類を作ったり、お金を受け取ったりするときの
確認のために使います。ハンコはその人の名前で作ります。では、外国人の方はどうしているのでしょうか？日本に長く住む外国人の方もハンコが必要です。私は大学生の時、ドイツ人の留学生のチューターをしていました。その時、銀行の手続きのお手伝いをしました。その時、彼女が持っていたハンコはカタカナではなく漢字で書いてありました。しかも日本人の名字でした。どうやら彼女のドイツの名字に一番似ている音の日本の名字を使ったようです。他にもこのような人がたくさんいました。もっと長く住んでいるヨーロッパの人もいましたが、その人は自分の名字を自分の好きな漢字に直してハンコにしていました。これもいいアイディアだと思います。それにしても、ハンコは不便です。今はコロナウイルスの影響でリモートワークが注目されています。しかし、ハンコが押せないから困る場合がたくさんあるようです。ハンコをもらうためにわざわざ会社に行かなければいけないという人もいます。ちょっとびっくりしますよね。いかがでしたか？今日はハンコについて勉強しました。契約を結ぶという表現もぜひ覚えてほしいと思います。今日も動画を見てくださりありがとうございます。動画が気に入ったらぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。皆さんのコメントもとってもとっても嬉しいのでぜひお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。